国鉄六千二百形状機器官社。6200型は、千八百九十七年、明治三十年及び千九百年、明治三十三年に、イギリスのニールソン、ネルソン社で製造され、間接鉄道が輸入したテンダー式状機器関車である。他社製の同系機を合わせて千九百九年、明治四十二年までに百三十五両が輸入された、明治時代後期を代表する、 旅客列車用テンダー機関車の一つである。後日の他社製造機も含め、原設計を行った会社の名を取って、ネルソンと愛称された。本校では、同系機であるイギリスのダブス社製の6270系、アメリカのアメリカンロコモティブ、アルコ社、クック工場クックローコ、ワークス製の6300系、ドイツのハノーバー社製の6350型に、 ついても取り扱う。これらは鉄道作業局では一括して D9 型と称された。また、15両が東武鉄道に上都6 2 0 0 k b 5系、6 2 5 0 k b 6系されて長く使用され、関節鉄道に残った多くが大正時代末期に性能向上のため飽和式から加熱式に改造 6200K 6270系6250系されたり、タンク式蒸気機関車に改造6200系6270系1 7 0系6350系1 0 0系2台6300系1150系2台されたりした。6200系及び6270型は、車軸配置4から4から0で2機等端式の 飽和式旅客列車系引用テンダー機関車である。形態としては、先行の5500系系列を基本にして、大型化して、動輪直径を 1372mm から 1524mm に拡大して高速化を図ったものと見ることができ、細部の作りも類似する点が多い。弁装置はスチーブンソン式、安全弁はラムズボトム式、テンダーは三軸固定式である。 両形式は全くの同一仕様で、ただ製造メーカーが異なるのみであるはずだが、実際にはダブス製の方が性能が良く、優等列車は全てダブス製が使われていた。1898年、明治31年に付与された鉄道作業局の形式でも同じ d 級型に類別されている。ただし、1900年、明治33年に輸入されたものの一部は、 シリンダの弁湿部の構造が異なっており、従来通り内側に設けたものとシリンダの上部、乱暴ド状に設けたものの2種がある。さらに、ラブス製の一両は、過失部にドラモンド水管と称する電熱効率を上げ、乾水の循環を良くする効果があるとされる、過失を横断する水管が取り付けられており、その点検用の上半型ハッチが過失側面に設けられている。 本形式は、東海道線の全通に伴って、必要となる感染蒸気機,機関車として、まず1897年に、イギリスのニールソン社から18両、製造番号5164から5681が輸入され、アン型とされた。これらは同時に、アメリカのボールドウィン社から輸入された AM 型、D8K。 あとの6150系との比較検討が行われた。その結果、関節鉄道では1900年に D9 型を50両増備することとなり、ニールソンレード社、1898年に、会場に32両、ダブス社に18両が発注された。これらは D9 型として納入された。さらに同年、ドラモンド式水管付きのものも1両試作することとなり、これは、 ダブス社に発注されて650として納入されている。1902年、明治35年には6両がダブス社に発注され、これにより d 級型は75両が揃うことになった。このうちニールソン社製は弁質の位置によってダブス社製はドラモンド水管の有無によってそれぞれ2種、計4種に再分類されている。 この際の関節鉄道における番号並びに製造年、使用、メーカー、製造番号の対象は次の通りである。これらは揃って、東海道線で使用された。1907年、明治40年、雑多な休憩器や小型機の淘汰のため、関節鉄道はとりあえず実績のある D9K60 両の増備を計画したが、ダブス社、ニールソン社の後ろ身である。 ノースブリティッシュ社は一両の受注も取ることができず、これらはドイツのハノーバー社、アメリカのアメリカンロコモティブ社に発注された。これらについては口実。1909年、明治42年7月、鉄道国有法の施行を受けて制定された、鉄道員の車両形式称号規定では、224から241、600から619、 638から649、651から656を6200、計620から637、650を6270、十、型とされたが、間もなく、メーカー別に形式を設定することになり、ニールソン車製を 6200K、ラブス車製を6270十型とした。1911年、明治44年10月には、 6200系の前期と6270系のうち18両が中部鉄道局に配置され、6270系の残りが西部鉄道局に配置されており、東海道線全線と横須賀線で使用されていた。その後、1913年、大正2年から翌年にかけて、東京鉄道局から神戸鉄道局への移動があり、北陸線への転用が進められた。 1915年、大正4年4月からは、性能向上のため蒸気加熱器の取り付けが行われ、1924年、大正12年まで、1915年から1920年までと、する文献もありに 6200K15 両、6270K1 両に対して改造が行われた。1923年、 大正12年及び1924年には重量が東武鉄道2乗とされ B5 型に改められた。残りの49両は1925年、大正14年から1928年、昭和3年にかけて全てタンク機関車1070型に改造され、両形式とも消滅した。本形式は6 2 0 0系及び6270。 ガタにキセル取り替えの際に、シュミット式キセル加熱器を取り付け、加熱式蒸気機関車に改造したものである。1915年から1924年にかけて 6200K15 両、6270K1 両に対し、浜松工場で施行された。改造の際に、傾斜していた煙室前面は垂直に作り直され、上側式の弁室を持っていたものはすべて、 内側式に作りされた。第一道輪のスプラッシャー、泥除けに付属していた砂箱は、ボイラー状に移し、ドーム状の木瀬が取り付けられた。本形式への改造の経緯、番号の対象は次の通りである。当初の配置は、ほとんどが名古屋鉄道局間内で、東海道本線、沼津前原間や北陸線で使用された。1920年代後半には、 13両が6270型がタンク機関車への改造のため出した代替機として四国の小松島機関庫に転属し徳島線などで使用された名古屋鉄道局に残った3両は名古屋機関庫で入れ替え用に使用されていた1935年昭和10年には四国にも8620型が配置されるようになり5両は 仙台鉄道局の白山機関庫に移って、越後線で使用され、6258、6259は、名古屋鉄道局の稲沢機関庫に戻って、6254から6256と共に入れ替えようとなった。1937年、昭和12年から1942年、昭和17年にかけて古両が、 東武鉄道の輸送力増強用に譲渡されて、同社の B6 型となり、その後の移動で、6両が松本機関区に移って大糸南線で使用された。廃車は1937年から始まり、1950年、昭和25年3月までに前期が除籍された。譲渡は前期の東武鉄道への5両のほか、 ウゴ交通横総線2乗とされた6265がある。この機関車は1946年に借り受けていたものを1948年昭和23年に譲り受けたもので1951年昭和26年12月まで使用された。東武鉄道は最も多くのネルソンの払い下げを受けた私鉄で6200系及び その加熱式改造機である6250型を合わせて15両導入し、貨物列車の牽引用に使用した。6200型は10両を1923年及び1924年に各5両を譲り受け B5 型として使用した。6250型は1937年に6253及び6260が、 輸送力増強用に借り入れられたのが最初で、翌1938年に6257が入選した。1939年には6253が、1940年に6260と6257が正式に払い下げられ、B6 型とされた。さらに6252と6251が1942年に借り入れられ、 1944年に払い下げられて、63、64? となっている。これらは払い下げ後にテンダーを大型化したものの、国鉄に残ったネルソンがほとんどタンク式に改造されてしまったため、テンダー式のまま原型を留める頭部のネルソンは貴重な存在であった。B5 型は1959年、昭和34年に41、44、 45、47から49、1960年、昭和35年に43、46、50が廃車され、最後に残った42も1962年、昭和37年に廃車された。b 六型は、九百六十年に6九百六十二年に十二、6九百六十三年、昭和十八年に十三。 1964年、昭和39年に64が廃車され、全廃されている。廃車後は、本形式が、東部廃の木ではなかったこともあり、一両の保存機もなく、すべて解体されている。1070型は、6200系及び6270型を、視線の小運転や入れ替えに適するよう、十軸を一軸追加して、側水素及び炭鉱、 排水槽を増設し、4から4から2型タンク機関車に改造したものでや、加熱式改造及び上とされなかった全49両が1925年、大正14年から1928年、昭和3年までに、大宮工場、浜松工場及び、高取工場で改造され、改造の終了により6200系及び6270、型は消した。 種車のシリンダの便質は上側、内側両方のタイプがあるが、上側タイプであっても内側に移設されたものと、そうでないものがあり、まちまちである。また、側水槽は左右とも、前半部上面に傾斜のついた五角形である。改造年及び、思考工場、新旧番号の対象は、次の通りである。改造後は、原則として、 改造工場の属する鉄道局管内に配置されたが移動は激しかった。これは電化や四川区の建設の進行により正式機器が配置されることによるものである。1933年昭和8年6月末現在では17両が東京鉄道局、宇都宮、水戸、木更津、毛岡、勝浦、高崎14両が名古屋鉄道局、賀の大町、 高岡、美濃太田、福井、長野工場、15両が大阪鉄道局、米子、鳥取、出雲今市、浜田、和歌山、高岡は、3両が仙台鉄道局、味ヶ沢、野平寺、青森に配属されていたが、うち4両は廃車前提の第二支給車であった。1945年、昭和20年3月末には24両が在籍していたが、 1952年、昭和37年には2両となり、間もなく全社が除籍された。民間へは13両が払い下げられており、その状況は次の通りである。西日本鉄道に譲渡された2両は、1944年の戦時買収により再び国鉄席となった。番号は、八幡製鉄所へ譲渡された1 9 0が352。 三井鉱山三池工業所へ譲渡された1078が20に改められた以外は国鉄時代の番号のまま使用された。このうち、八幡製鉄所の350は先はのボギー台車と重輪を外して軸配置を2から4から0に改造され、全部を詰め背部布段校を縮小して、寸詰まりのユーモラスな姿となっていた。高鉄道のや、 日鉄工業の赤谷工業所から、羽根鶴工業所に移った1080が1960年代まで使用され、特には鶴工業所の1080は1970年代後半まで現役で使用された。1080、96289は使用終了後に非公開で保管されていたが、2008年、平成20年7月に、 西日本旅客鉄道 JR 西日本営場との申し入れがされた。これを受け同社は、現在唯一残る貴重な d 級形状機関車で、あることから、2009年、平成21年9月以降の梅工事、蒸気機関車間での保存を決定した。保存実施後は、同館保存機では、最古のかつ唯一の明治時代に製造された車両となる。その後、 2009年11月14日に、道館で、日鉄工業から JR 西日本への譲渡式が行われた。2016年4月に、梅工事蒸気機関車館を拡張、改消した京都鉄道博物館で引き続き、保存されている。6300型は、D9 系の増備として1908年、明治41年にアメリカンロコモティブ、 アルコ社のクック工場で24両、製造番号44,338から44,361が製造されたものである。携帯、性能は、ほぼ完全に、ニールソン社、ダブス社製のものと同一で、アメリカ製でありながら、アメリカでのオリジナル設計機、X7100 系に見られるような携帯上の、特徴は、ほとんど見られない。 わずか釣り合い両式の先台車やテンダー台車、ヘンボギーの三軸式、装飾のない簡素なスプラッシャー、煙室全面周囲に露出したリベットにアメリカ製らしさが見られるのみである。また、前期がドラモンド水管を装備している。鉄道作業局では D9 型と称し、1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では6300型に改められた。 この頃は神戸鉄道局管内で全機が使用されていたが、1923年3月には6両が東京鉄道局管内に転属しており、配置区は品川、梅小寺、姫路、岡山、浜田であった。本形式は1927年から1928年にかけて19両がタンク式に改造され、1150系2台となった。 未改造の5両は、そのまま、同時期に廃車された。アメリカ製の本形式は、出来が、今一つであったようで、同じアメリカ製の2500系、B6 系でも、同様の批判があった。1150系、2台。1150から1168は、6300、型を、視線の小運転や入れ替えに適するよう、10軸を1軸追加して、側水素及び、 タンク、排水槽を増設し、4から4から2型タンク機関車に改造したものである。19両が1927年から1928年までに浜松工場及び高取工場で改造された。側水槽は左右ともに四角形のトランク型で、側水槽の直前から乱暴度位置をわずかに高くして、そのまま運転室の床まで通している。また、改造年び、 試行工場、新旧番号の対象は次の通りである。改造落成後は主に名古屋鉄道局管内に配置されたが、1933年6月末現在では、3両が東京鉄道局、水戸、11両が名古屋鉄道局、高岡、名古屋、4両が大阪鉄道局、糸崎、1両が仙台鉄道局、広崎に配属されていた。 1945年3月末現在では9両であったが、1952年までに全車が廃車された。民間へは3両が払い下げられており、その状況は次の通りである。三義鉄道の1151は、三義線全線電化に先立つ1952年12月、羽幌丹鉱鉄道の1159は1954年3月25日付で廃車。 解体された。6350型は D9 系の増備として1908年、明治41年にドイツ派のオーバー車で36両、製造番号5325から5360が製造されたものである。形態、性能は、ほぼ完全にイギリス製の6200系、6270型を模しており、外見にドイツ製らしさは、 ほとんど見られない。形態的には、乱暴度を、シリンダ上部直前で切らずに、お辻型に屈曲させて、端張りまで繋げていることが、最大の特徴で、その他にも煙室扉下部に露出している、全体張りに連結された、主大枠が、た形式では、曲線で処理されているのに対し、直線で処理されていること、スプラッシャーに浮き出し状の装飾があること、番号が、 真鍮中物のプレートに表示されているといった特徴がある。また、テンダーの足回りは6300型と同じヘンボギーの三軸式で前期がドラモンド水管をボイラー加湿に装備している。鉄道作業局では D9 型と称し、1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では6350型に改められた。この頃には、 前期が中部鉄道局に配置されており、東海道線で使用されていた。1924年5月には、タンク機関車が改造される6270系の代替として、重量が徳島に転属している。その後、1924年から1926年にかけて前期がタンク機関車1000系2台に改造され、6350型は消滅した。 1000系2台。1000から1035は6350型を小運転や入れ替えに適するよう、10軸を1軸追加して、側水槽及びタンク、排水槽を増設し、4から4から2型タンク機関車に改造したもので、4形式のネルソン中最も早く改造されたものである。全36両が1924年から1926年に、 かけて、大宮工場、浜松工場及び小倉工場で改造され、改造の終了により6350型は消滅した。川水槽は左右とも前半部上面に傾斜のついた五角形である。ボイラー加湿部に設置されていたドラモンド水管は改造の際に撤去されている。また、 6300系の特徴である前端部のお辻型に屈曲したランボードのシリンダから前の部分を撤去してしまった車も存在する。改造年及び試行工場、新旧番号の対象は次の通りである。改造落成後は各工場の管内に配属されたが後にかなり移動している。1933年6月末現在の配置は 東京鉄道局に7両、品川、八王子、猛火、水戸、名古屋鉄道局に13両、三の太田、名古屋、福井、高岡、大阪鉄道局に12両、松山、高松、仙台鉄道局に4両、小ご田で全車が健在であったが、1945年3月末には35両に減少しており、1952年3月末には1両と、 なり、間もなく全廃された。民間への譲渡は6両で、その状況は次の通りである。山形交通に移った1 2 0は、小花沢線で、混合列車の経営に使用された。1952年に、ディーゼル機関車が導入されて、以後の除雪用として残ったが、ディーゼル機関車が2両揃った1954年11月に、使用が停され、翌年2月に廃車された。 北陸鉄道に移った1二2 3は、能登線で使用され、1949年に B30 型と改版されたが、現車のナンバープレートはそのままであったようである。1955年2月に廃車となった。名古屋鉄道の2両は、貨物列車の牽引用に使用され、1017は1958年6月、1024は1959年7月に廃車となった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。